マ的にご飯に合う鶏の唐揚げ、美味しさが変わります。ご飯に合います。まずいわけがない。これやばい。これ見せていいよな。どうも、しだしかっぽう重吉料理長の斉藤です。今日は、悪魔的にご飯に合う鶏の唐揚げ、ご飯によく合う唐揚げのタレを紹介するんですけども、超簡単に作れるんでぜひお試しください。先に悪魔的にご飯に合うタレを作ります。甘辛いんでちょっとめっちゃご飯に合いますね。まずめんつゆ、これ約 60g。 めんつゆだけじゃ濃いんで、水これが 30g ですね。砂糖 15g ですね。でごまお好みで、であとチューブのニンニクでいいんで約1センチぐらい、これぐらいですね。あとチューブの生姜も1センチ、これぐらいかな。で混ぜときます。これでイメージ的に焼肉屋さんのタレのような味です。ちょっと違うかな。じゃあ鶏肉の処理からしていきます。もも肉ですね。筋とちょっと硬いところ取って、血合いとかもですね取ることで臭みがなく歯触りも良くなりますので、一手間でだいぶ変わります。軟骨みたいな。でこんな感じで触って硬いところなければ食べやすくなりました。片方もします。丁寧に処理すると美味しさが変わります。これを一口大にカットします。皮を広げといて、で皮を下にして切ります。まあどうでしょう、3つぐらいですかね。和食なのにペティナイフを使っている料理長で申し訳ないんですけど、あんまり切れやすい包丁で切ったり、和食みたいな包丁で切ると見てる人が料理ってなんか入り口敷居高いよねみたいなことになっちゃうかもしれないので、これでやってます。容量としては鶏天になります。なのでちょっと薄ぎ気味の薄切りで、こんな感じでちっちゃくすると、薄くすると衣つけるとね、やっぱり天ぷらの衣がつくと揚がりにくいんでね、鶏天のこうでっかいのってあんまイメージがないような、タレとも絡みやすいですね。で思ったより普通の唐揚げより天ぷら粉で揚げると大きくなりますんで、さっと揚げたいので塩コショウをして天ぷらにします。塩コショウしますね。こんな感じかけてください。揚げていきます。天粉作っていくんですけども、この間の動画天ぷらの揚げ方で説明した通り、水は冷蔵庫で冷やした冷水ですね。そこに天粉をいきます。天粉1に対して水が 1.6。 今回その鶏天にする理由なんですけど、天ぷらにすることによってそのやっぱりタレが絡みやすくてご飯のおかずになりますんで、天粉ない人はもう片栗粉をまぶして揚げてもらおうかな。それこそ唐揚げみたいな感じで片栗粉で揚げてください。タレ後から絡めるんで1.4 とかでもいいかもしれないですね。ドロッと濃いめの衣で。じゃあ手が汚れてしまうので全部粉の中に入れます。で揚げていきます。もう打ち込むなしでそのままいってください。なるべく丸まらないように広げながら、やけどしないように優しく。前回その液につける動画で紹介したんですけども、今回は手軽にパパッと作って食べていただきたいので、タレにもつけますので、そのまま簡単にやってます。で揚げ終わりの目安なんですけど、泡が大きくなってくるのと泡が少なくなってくるのと、でそこからさらに揚げてしまうと、またこの水分が抜けてしまうので硬くなってくるだけですので、あとはこの唐揚げが揚がったよって言ってきますので、この辺で揚げてください。揚げた時にパリ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 と落としますね。これぐらいがもう十分上がってる状態なので、揚げます。パチ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 言うてきてますんでね、これも中の水が出ちゃいますよーっていう感じです。しっかりと揚げて、はい、じゃあ揚がりましたんでタレに絡めていきます。洗い物が増えますんで、もうタレ作ったボウルを大きめにしといて、そこに唐揚げを入れましょう。余熱で揚がりますんで、ちょっと置いといてから絡めてください。横着ですけど、このままいきます。はい、ここに入れます。ちょっと、はい、横着ですけど、でこれを絡めます。これがですね、何食ってるか分かんないっていうぐらいご飯に合います。甘辛くて生姜とニンニクが効いて、しかも油で揚げてあるので、もうまずいわけがない。あまりガシ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 混ぜると衣が剥がれちゃうんで、これぐらいの混ぜ方で、後でちょっと出汁残りますんで上からかけ立てください。では完成しました。いい匂いですね。では食べていきます。サクサクで甘辛くて非常にご飯に合ういい味してます。唐揚げをこう絡ませるとどうしても味が濃くなっちゃうというか、辛いしょっぱいようなイメージになっちゃうんですけど、天ぷらでほぼほぼ塩コショウだけなので衣にまとわりついて味が最後まで
味がするので十分手軽でいけるかなと思いますね。これやばい、これ見せて言うな。最後までご覧いただきありがとうございました。仕出し割烹重吉では北海道から沖縄まで400店舗連携しまして、晴れの日のお料理もお届けさせていただいております。懐石の器のままご自宅まで届けさせていただきますので、いつもと違った雰囲気をお楽しみいただけるかと思います。気になる方はぜひ概要欄からお問い合わせください。またチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。ありがとうございました。